場をご覧の皆さん、こんにちは。海上自衛隊下田航空基地第203教育航空隊所属、本日の機長を務めます山本です。ここ下田航空基地は千葉県柏市にあり、私は T3C のパイロットやクルーを目指す若き自衛官の教育を行っております。皆さんこんにちは。本日副操縦士を務めます木澤です。頑張ります。今回紹介する動画は、海上自衛隊が誇る T3C で離陸してみた。最初に T3C 哨戒機を紹介します。 T3C 哨戒機はアメリカで開発され、世界20カ国の海軍で運用されているベストセラー機です。海上自衛隊でも現在約50機を保有し、我が国周辺における警戒監視や阿伝湾での海賊対処任務、遭難船舶の捜索や救難で日々現役で活躍しています。飛行するにあたり、機長は機体の安全確認を必ず自分で行います。それでは機内に入りましょう。これから機内整列を実施します。機内整列では任務役員を行う上でクルーとの意思統一を図る場となっております。各配置についた何か確認事項。よし、ではかかる。つけ、かれ。よし。それではエンジンを起動します。ナンバー2クリア。エアプレス47 PSI、はい、スタートナンバー2。了解。スターティングナンバー2。ローテーション、エアドロップ、ローテーションインチケート。セレクトナンバー3、エアプレス81 PSI、チェックナンバー3。ナンバー3リチェッククリア。スタートナンバー3。了解。スターティングナンバー3、ノーマルスタートナンバー4。アフタースターチェックリスト、エンジンスターセレクタースイッチオフ。管制塔からタクシー開始の許可が出たので、これから滑走路に向かいます。タクシーとは地上を走行することを言います。テイクオフチェックリストコンプリート。クレードフォーテイクオフ。それでは離陸します。離陸の紹介はここまでです。次はいよいよ任務飛行をやってみたです。どうぞご期待ください。